ただいま。こんにちは。ただいま。本物。どういうこと本物ですかって。なんかね、事務所にちょっと帰らなきゃいけなくて、ごめんなさいね。もう帰ってきたらこんな時間になっちゃって本当に、なんかあんま長くはできないんですけれども、かわ久しぶり。制服の目公演ね、頑張ってきましたよ。でも私詩人マジでやばかった。本当に激ヤバでしたね。詩人本気激ヤバでした。びっくりするぐらい激ヤバでしたね。わかんない、やり直しなんかよくわからんから出るまでってとりあえず書きました。こんばんは。ワンコが泣いてる。そう、ニセアカだよ。ニセアカだよ、マジで。偽物だからね、個人のやつは。アーカイブ、そうですね。枯葉。結構力強いです今日。ああ、ワンコが泣いてる。かわいそうだけど。かわいそう。だけども、やはりと、ああ。あく待ってて。あくび確認してください。あーくん待ってて。確認だったから今日行けなくて。そうだね、確かに。アイル元気だよ。でもね、今ママも2階に来てて、あーちゃんも寝てて、花もこんなんだから。いつもありがとうございます。声出てたでしょ。そうそうそう、喉大丈夫でした。来てください。制服、あ、ママが行きました。ワンコロに会い、止まっ、はい、帰ってきました。もうマジで電車で爆睡しちゃってメール遅れてません、ごめんなさい。ありがとう、ハート。こんばんは。てか今日から7月だね。やばいね。そう、ちょっとね。眠ですね。ちょいと。一人で寝るんだよね。ギフト、ね、変わったね。なんかちょっと七夕になったね。今日朝から熱ぼうって、あ、そうなんだ。二度目ありがとうございます。こんばんは。こっちゃんといましたよ。あと書き入れなもいた。短冊なんだ。写真を楽しました。あれ、むしろラジオパーサー、そうじゃん、パーソナリティ来るんじゃん。え、来ません。さすがに。そうそう、目を見たい。目見てください。ねえ、君江さんになったね。軽くしたんだ、いいな。ギフトね。いつか花も岐阜のお仕事来るといいなって思いながら過ごします。人影が往復してた。嘘、見学。
成長を感じました。こんにちは、ななん。見えてたよ。こんばんは。鵜飼の仕事したいです。グラちゃん、ほんと配信2回目です。石牛乳公式から言いに来るんですか。石牛乳さん、私は飲んでますよ。いつもいつも飲んでいますよ。こんにちは、見えるよ。いつも石牛乳飲んでますよ。石牛乳公式なんてアカウントがあるんですね。今やそんな牛乳のブランドでさえアカウントを持っているんですね。目立ってたね。まあでもそっか、企業だから。飲んでるとこ見せないとね、マジで。でもさ、あの銭湯のさ、飲んでるやつってさ、あの銭湯で瓶回収するとかあるじゃん。だからさ、持って帰ってダメな雰囲気ない？リンクした場所でこれでき、あー、よかったです。コーナーちゃん、コーナーちゃん。ねえ、なりすましね、話題になりました。あ、ちょっと待って、いいねもらったことある？みんなも石牛乳飲んだらいいねもらうんだね。あれ始めてるかな、石油乳のお仕事来ないかな。めっちゃ不安定なところで歌いたいと思います。え、でかかった花のコール、なんでなん。これですね。え、1個だけだよ。呆れるくらい歪み
行動を起こさなきゃ何も始まらないでしょ。夢が夢で終わるだけ積極的にアピールしよう。瞳の中埋もれる愛しさまで無視されちゃうよ。さあもしも本気なら今すぐにジャンプしてこの私への愛の深さを強いまでに青い空を伸ばしてもしも本気なら命がけジャンプしてこの階段にアピールしてよ。届くくらい見るコナちゃん私のためにコナちゃんコナちゃん力の限り大地圏に宙に浮かんで心に秘めた思いその一歩飛んでみて今ねえ愛し他の誰より一番高く飛んでみせてその存在気づかせてよ。ねえ愛しているなら全力でジャンプしてもっとクレイジー私にちょうだい呆れるくらい あれだったんだよね。あのさ、なんだっけ。え、めっちゃずっとコナちゃんが。あのさ、昨日披露した中でさ、私だけさ、私だけっていうか普通にあのあれなんだけど、あのなんか SKE の曲って大体その昔の曲って大体さ、私だけじゃないんだけどさ、あその SK の曲って大体あのジュリナさんとかレナさんがセンターじゃないですか。だけどさこのジャンプってさセンター違いますよね。後藤ララさんですよね。だからなんだかあのなんかあのね、あの私は勝手にあの勝手な解釈ですよ。みんながあ勝手な解釈で、あ私は異例の存在になるべきなんだって勝手にね勝手に思ってたの。勝手に思ってそうやって思ってたんだね。頑張ってた。あそう移植、そうその移植なんていうの、そのなんかそのあれと同じ感じ、無意識とか無意識
手に設定あのあ出てたのテロップ、そうなの、そう言ってなんかさ、そうおはようキャスター141なった、本当に、え、なってんだ。そう、勝手にね、自分がそうやって思って出てるんだ。あ、本当だ、出た、今出てるじゃん、イエーイ。ケニシミヤさんのさ、あのやつさ、手が追いつかなかった、なんかこんな感じになってた私自己紹介の時に西いみおってやつがさ、なんかってどうもありがとうございましたえ、そう、あ、だからさ、あの絶対あの見るべきだよねって思ってた、だってララさん推しだったでしょ、じゃ増えるのかな、そう、難しいのって初おめでとうございます、やっほー、え、もう終わろうと思ってたですよ、じゃあ団長やめますね、もう、はーい、あ、さっき変わっちゃったんだ、壇上、そっかそっか、じゃあ読みます。13位京都マサありがとう、10位オレオありがとう、11位コッシーありがとう、10位オレンジルートありがとう、9位花アットマーク花組ありがとう、8位ハヤトシありがとう、7位ユーダありがとう、6位薬剤師のカズくんありがとう、5位コージありがとう、4位タケありがとう、3位ドットシフトアットマーク花マンが今日も大好きだよありがとう、2位岩崎キヨシありがとう、1位デミキンアットマーク花ちゃん大好きありがとう、マイクなしでステージ今変わったね、今日はちょっとなんか87位とか読んでみようかな、87位の人読んでみようかななんとなくだけど、ちょっと87位読むね、なんと気分ね、87位はかなた、ありがとうございました、かなたどこですか、なんとなく私の番号花なので、どこにいるんだろう、見つからないや、87位定着させますか、87位かなたさんです、ありがとうございました、そうですね、87枚いたはず、あ、いた、これだ、これ押せないんですね、187枚出ないよね、100位まで OK、 じゃあ次からちょっと87枚も読むときは読みたいと思います、ってことでありがとうございました、配信なんで中坂さんは73位読んでるんですか、こんにちは、おやすみ、バーイ、あ、なーさーってことで、くらもとないもん、またな、じゃあね、
みんなバイバーイ。まったなー。バイバーイ。おやすみ。また明日ね。バイバーイ。バイバーイ。またなー。